アマズフィット T-REX シリーズの最新作 T-REX3、 剣道性が極めて高くかつロングライフバッテリーを搭載した GPS 内蔵のスマートウォッチです。登山の際にとても使い勝手のいい機能満載の T-REX3 ですが、中でもオフラインマップと内蔵 GPS を利用した登山ルートナビゲーション機能がとても秀逸でございます。今回はですね、スマホでの登山ルートの作成方法およびその作成したルートをどのようにして T-REX3 へ送るのかを解説していきたいと思います。はい、ではまずはスマホで登山ルートの作成をしていきたいと思います。登山ルートの作成できるアプリいくつかあるんですが、今回は登山 GPS アプリのヤマップを利用して登山ルートを作成していきたいと思います。ヤマップを開きます。こちらに登山計画というのを作成する項目があります。こちらの登山計画を作成、今回はですね、八ヶ岳の赤岳に行く登山計画を立てていきたいと思います。タイトルテスト赤岳というふうにしておきます。本来であれば日程ですとか入山予定日を入れるんですが、今回は割愛して工程を編集、はい、ここでルートを描いていきます。美濃登山荘の登山口からスタートしましょう。スタート地点に設定、ぐいぐい進んでいきまして、チェックポイントとしてまずはここですね、行者小屋を経由、そこから目指すは赤岳山頂、はい、登頂しました。帰りはですね、別ルートで帰りましょう。地蔵尾根を下ってまた行者小屋に戻ると、赤岳高線を経由して北沢を通ってスタート地点の美濃登山荘に戻ってくると、こんな感じのルートにしましょう。7時間32分の行程ができました。これをまずは保存で、このままですね、登山計画を保存します。はい、で登山計画の保存が終わりますと、こういった画面になって、真ん中の方にですね、 GPX データエクスポートという項目が出てきます。 GPX データというのは先ほど描いたこの8の字のルートですね。この GPX データをこのスマホ内にファイルとして保存しますよという項目になります。なので GPX データをエクスポートで、どこに保存しますかと、これはお使いのスマホによって変わってくるかと思うんですけど、まあ保存します。はい、これで GPX のエクスポートが完了しました。で、まずはそこにアクセスしていきます。私のスマホはですね、ファイルというところのダウンロード、ここに、ヤマップテスト赤岳 GPX ファイルが入っております。これをですね、右側の点々で共有します。どのアプリで共有しますかという選択で ZEP アプリを選択してあげます。そうすることで、先ほど描いた GPX データが、ZEP アプリ内の地図にこうして反映されていきます。ただこれだけですと T-REX3 には、データはいってませんので、まずはここを保存してあげます。はい、で保存した後にここね、右上の点々押してあげて、デバイスに送信という項目が出てきますので、こいつをタップ、 AmazFit T-REX3 が表示されますので、T-REX3 に、はい、これで初めて先ほどヤマップで描いたルートマップがこちらの T-REX3 に入ったと。確認するにはですね、アプリで運動のハイキングを選択してあげます。下の方にナビゲーションという項目があります。ナビゲーションで、このマイルートというところに先ほどのテスト赤岳が入ってるはず、はい、入ってますね。テスト赤岳、トントンタップしてあげて、ルートプレビューを見てあげると、先ほど描いたヤマップで作ったルートが T-REX3 にも反映されていると。で、実際登山口に着きましたら、この画面からナビゲーションでマイルート、テスト赤岳、このルートの使用ということを設定してあげると、ナビが有効化されます。で、これでスタートさせるとナビゲーションが始まると、そういう感じになっております。